今日はね、自転車の蒸しゴムっていう部分をね、修理というか交換しようかなと思います。で、自転車で、タイヤの空気入れても空気が抜けてしまうっていう場合は、タイヤのね、チューブ自体に穴が開いてるか、それか、金具のね、刺してあるちょうど空気を入れる金具のところですよね、そこの蒸しゴムと呼ばれるところが破れてるから、だいたいそのどっちかなんですけど、抜けてる感じをチェックするとね、多分蒸しゴムじゃないかってことで、ちょっと蒸しゴムというものを初交換してみたいと思います。で、今回このね、キット、ダイソーで売ってるんですけど、100均で売ってるこの、ものを使ってね、やってみたいと思います。ここにあるんですけど、これでタイヤを外したり、ゴムのに回ったりね、こういうふうに変える、穴が開いた時にチューブに貼るものとか、ここにありますよね、このゴム、これが蒸しゴムと呼ばれるもので、金属のね、部品のところに空気が漏れないようにこれを差し込むんですけど、これをちょっとやってみます。これですね、まずこれを取って、ここのね、金具をこう取ると、よいしょ、そうするとこうやって取れるんです。あ、これだね、これ見てもらうと分かるんだけど、完全に蒸しゴムがないわ、破れてるもん。で、ここから空気がだから抜けちゃうんだよね、入った空気がここから漏れちゃうんで、ここに蒸しゴムをつければね、もう大丈夫だと思います。やってみよう。じゃあ続いて後輪側も取りましょうか。よいしょ、これを外して、もう簡単に取れますね、これ。で、これを抜くと、よいしょ、こっちは結構しっかりついてるね、こんな感じで。本来は、でもここちょっと破れてるのか。そうだね、ここちょっと破れてるね。ここも一番上までしっかり、ゴムがひっついてないとダメなんですけど、これもちょっと蒸しゴムを変えてみましょう。この中にこういう蒸しゴムが入ってるんだよね、こういうやつ。なんか蒸しゴムっていう名前がね、ちょっとあれなんですけど、名称がね。これ見てもらうと分かるんですけど、これが通常の、長さです。こういうゴムなんで、こうやって劣化してね、夏とか越えていくとこうやって劣化して破れていくん で、そこから空気が漏れるってことですね。これ全部取っちゃってきれいに、こんな感じで OK だね。そうすると、ここに穴が開いてるの見えますか。そう、ここに空気をね、こう入ってきて、ここから空気がタイヤに入ってくんだけど、チューブに。ここから出た空気が結局ここから漏れてきてしまう。それで結局タイヤにね、どんだけ空気入れても、ね、すぐに抜けてきてしまうってことなので、これですね。これ新しい方なんですけど、これをこうやってまた刺します。だからこれ定期的にね、新しくしていかないといけないんですけど、で、これがすごくきついんで、ものすごくこれが時間がかかるんですけど、これをちょっとこうやって回転させながらね、こうやって入れていくと入りやすいです、比較的。そのままこうやってね、押し込もうとするとなかなか難しいんで、こうやって回転させるようにね、全体的に同じように力が加わるようにやると、こんな感じでしっかり入っていくかな。で、これ今見てわかると思うんですけど、ここまで開いてるんで、この一番上までギリギリまで思いっきり刺します。で、これがね、力と、労力が結構かかるんですけど、これを、ここにしっかり刺し込めば、もうこれで完了なんですけど、こんな感じですね。よし、こんな感じですかね。OK。これで一つはできましたね。よし。で、これは1個 OK と。ほんで、もう1個は、よいしょ。こちらですね。こちら側がひどいね。もう見てもらうとわかるんですけど、これ完全に蒸しゴム自体が、破れて、タイヤのチューブの中に多分ね、硬くなって割れて落ちてるんだと思うんですけど。これすごいね。だいぶとこれ、
落ちちゃってるんで、よいしょ、こんな感じかな。こんな感じですね。じゃあこれも行ってみます。こんな感じで全部差し込んでいけば OK です。よいしょ。これは結構大変な作業でね、地味にこれ大変だよね。かなりきついんでこれで修理している、ドッペルギャンガーは、僕が自転車をね、前の会社のメンバーと一緒に、仲間と一緒に、自転車にはまってね、た頃に折りたたみ自転車でね、お互いに買ってよく自転車でね出かけましたね。あの頃今思えば一番運動してたな。よいしょ。手が痛いですね。で最後の仕上げにこういうねゴム手袋みたいなのを使うといいです。こっち側の金属側の方はこのゴム手袋で痛いからね。でこっち側はゴムを触るんで、ゴム手袋をしない方が逆にやりやすいと思います。こんな感じでね。でこうやって逆方向にこうやって回転させるようにグッとこういう力でこういう感じひねるようにやるとこんな感じ一発で入ります。でこうねじり上げるとこんな感じですね。そうするとよいしょよいしょ、そうするとね結構早い段階でよしできた、こんな感じです。でこれが多分一番大変な作業なんですけど、ちゃんとこの根元の上までね、託し上げてください。ちょっと手間はいるんですけど、やり方自体は簡単なので、定期的にねこれをチェックしてみてください。意外とねチューブのパンクじゃなくてこの虫ゴムが原因でパンクすること多いんで、ぜひねこれは抜き取ってみるだけで確認できるので、抜き取ってみてみてください。じゃあ、できたんでこれ差し込みに行きます。でここにこうやって横に線が入ってるんでこの向きですね、ここの部分がここに止まるように向きを注意して入れてください。こんな感じかな。こんな感じね。 OK。 でグッとこう入れると、よしよいしょ。その次にこれを、こっちが上かな。そうだね、こっち側が上ですね。こっち側が下、よいしょ。こんな感じで、あとはこれをひねって止めると、で結局この溝のところにこの金属を差し込むことによってこれをこう回転させてもこれがね回らないんで、これが回っちゃうと止めれないんで、で最後にこのゴムを止めますと、これを差し込んでこうやってやると入ってますね。よいしょ。これで今ね空気を入れたので OK ですね。そうで最後にこれをよし OK ですね。これでパーフェクトです。うわ、もうすぐかっちりとできましたね。ということで、この中のねタイヤの中のチューブがパンクではなくて、ここの金属の中にあるね虫ゴムが破れてたってことでしたね。よし、これで直りました。これも前もね同じようにやってみようか。ここですね、ここの溝、ここに見せようか。この溝がこの溝に合うよ。こんな感じですね。グッと、よし、こんな感じで
を